どうも皆さん、おはこまんちにはお座敷レイさんチャンネルのキットでございます。さあ WRC4 続きをプレイしていきたいと思います。今回はスウェーデンということで、スウェーデンもね制覇していきたいと思います。まあ、前回はなんとか、ちょっと大丈夫かな、今かくったねかくったけど大丈夫だったね。まあ、前回、モンテカルロを制覇してなんかプラス3だったんですけど、どんな感じかな。ちょっとコメントでねもらってるかもしれませんが、あの返せないというか、まあ、反映できないという感じなんですけれども、そう G メールがなんか悪いのかな、今悪いっていうか動機が悪くて、あのコメントいただいてもすぐにこう返信できなかったりとか、コメントがちょっと見えなかったりっていう感じになってるんで、せっかくねコメントいただいたのにこう返せずに、もう何日かもほったらかしになっちゃって返すに返せなくなっちゃうという、そういうパーティーに今陥っておりますが、はい、コメント全部読ませていただいております。ツイッターの方でもね、随時コメントいただいてますので、よかったらそのコメントを返せねえよこの野郎っていうね、コメントしたけど返してくださいみたいな感じで書いてくれるとね、あすいませんいますみたいな感じで書きに行きますんではい、どうぞ一つ、ご協力、そしてご理解の方でよろしくお願いします。さあインフォメーション見ていきましょう。ラリーインフォメーション、さあ全6ステージ当たり前だけど、雪、こわー雪だ俺雪苦手なんだよやーべえなーここ。まあ、見た感じ、まあ、全部雪だね。雪ってでもカーセッティングでとりあえず再セッティングっていうか、その何一番適してるセッティングになってるんで、まあそこまでいじることもないのかなという、本当も自分の好みだけだと思うんですけどね。ですね、違う、マックスステアリングロック、ここら辺は違う、あないか、車高が気になるところですよね、車高が。ここら辺のトランスミッションではない、ボディーワークでもない、あこれですね、あちょっと高めになってますね。いいんじゃないでしょうか、これはこれで。じゃあ行きましょう、これで。はいもうね、でも車高ぐらいしか分かんないですね。とりあえず雪とかね、砂利道は、まあ、車高の時はいいだろうみたいな。あとちょっと柔らかくでしょ、サスペンション、あサスペンション見てみて、柔らかいよ。 Snow covered landscapes and cars skidding around corners at high speeds. Sweden hosts one of the most demanding rallies in the world rally championship. ラリースウェーデン。 The ice and snow covered gravel surfaces can cause problems for the most expert drivers. 長いんだ。はいはい、行こう、さっさと行こう。あ無事ね、走破したいですね。なるべくぶつけないように行きたいですね。ちょっと離せないかもしれない、ここは。ほっ、あー負けるな、これ、まあ、なんか負け、まあ、あーい、なんじゃ今だ、あーい、すげえ滑る、すごい滑る、すごい、すんげえ滑る、なんだこれ、やばい、あー、嘘だろ、止まんねえ。結構すぐ壊れるな。故障の度合いもちょっとリアルにしてるんで、だからだとは思うんですけど、なるべくぶつけたくないな。でも足回りちょっとやっちゃった感があるな。まあそこまで激しくない。いやーダメだわ。
お、ジャンプ。あれ。ヘイ。雪だからもうちょっとダメージをさ柔らかくできないできるとかそういうのしてくれないか。うっそ、あが見えねえ。わかんねえわかんねえ。あ、なんか遅い言うのが。なんか遅いな。いやー、俺もね、これ勝てる気がしねえな。ジャンクション多いね。あー、嘘なんじゃ今の。嘘だろ。なんだ今のコーナー。これはダメでしょう今の。ボロボロだ今日も。いや最後ダメでしょう。何あの最後の変な複雑というか、なんかあの複合コーナーみたいなの、あれやめてほしいな。この雪であの鬼畜だったな今の。文句ばっかりになってきてる。やばい。もうこれ壊れるんじゃないかな。3、2、1、スタート。いやーもうクリアできる気がしねえ。なんかそのさ最初の頃もこういうところでつまずいてた気がする。苦手なんだねこれね。あーなんでそっち行ったよ今。あ、今度はいい感じにこう打ち上げてる。あ、そうだろ。そうだ。あ、ない。いけ。あ、嘘だろ。鬼だなここは。ここ鬼だな。なんじゃ今の。なんじゃ今の。ここが一番難しい。ここが一番難しいぞ。なんかなんだっけ、スウェーデンがどこだっけ、フィンランドが難しいよって聞いてたんですけど、ここがすげえ難しいんだけど俺。何ここ。わあ、ほらほらこういうの狭いのかな道が。わかんねえな。コーナーがどこから始まってるかわかんないんですね。だから多分戸惑うんですよね。このセンスのなさ。このセンスのなさがさすごいよね。そんなんでまあよくレースゲームやってんなって感じがするけど。まあ。あら、お、そっち。え？でも2位か。
うえあーなんかでもつかめそうでつかめないな、なんだろう、あぶねえ、なんだ最後のあぶねえ、最後のなんだ最後の、あれが危なかったでしょう。いやー、あ、1秒か、これはやっぱ取れそうになったな。まあいいか、頑張った。サービスパークに入りましょう。いやー、D1 結構きつかったなはい、ということで、スウェーデン、なかなか一筋縄にはいかないコースでしたね。まあ頑張って、次、Day2 を勝ち抜きたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。それでは皆さん、またお会いしましょう。よしなに。